クケナン3は、ベネズエラのギアナ高地にあるテプイ。北緯5度12分、西形60度50分にある。標高2680メートル。サバンナの真ん中に1000メートル近く切り立った壁は、遠くから見ると陸に浮かぶ軍艦にも形容される。各大陸のプレートテクトニクス活動で、ギアナ高地付近は移動の回転軸に当たると考えられている。 このため火山噴火や地震などの地質学的な変化の影響をほとんど受けず、ゴンドワナ大陸の頃の地球上では、最古の岩盤がそのまま残っていると言われている。また、落差世界第4位のクケナンダキもこのテプイから流れ落ちている。カリブ海からの湿った空気が常に入り込んでくる。このため、常に湿度が高く、頂上の気候は目まぐるしく変化する。 大雨が降ったり、晴れたと思うとすぐに濃い霧が出たりと同じ天候が10分と持たない。大量に降る雨により土砂はほとんど流されてしまう。このため土壌から栄養分を取れないためか食中植物が数多く自生している。また、泳ぐことも跳ねることもできないカエルの一種のオリオフリネラが数多く生息している。このオリオフリネラは 隣のロライマ山とクケナン山にしか生息していない。このため、二つの山は昔は一つではなかったかと推測されている。ロライマ山と異なり、本格的なロッククライミングの技術がないと登頂、不可能である。また雨季になると、クケナン山から流れ落ちるクケナン川が増水し、近づくことも難しくなる。1980年代に、ナショナルジオグラフィックが大規模な登山体を発見。 山頂の調査を行っている。ありがとうございます。